三重県志摩市に決まった G7 広島サミットの交通大臣会合、開催に向け推進本部を設置です。志摩市は来年5月の G7 広島サミットに合わせた交通大臣会合の会場に選ばれていて、三重県は今日推進本部を立ち上げ、一見勝之知事が本部長に就任しました。それが1点目です。三重県らしさを出すのは当然ですけれども、加えて日本らしさっていうのを出していかなあきません。2016年のですね、伊勢志摩サミット、ここで培ったノウハウがあると思います。これを最大限に活用をする。推進本部では今後志摩市と連携しながら各国の大臣が移動する際の交通手段など開催に向けた準備を進めていくとしています。